何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。なあこのチビック。てめえこいつの仲間か。いや。そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか。黒い剣士さんよ。面倒だな。俺パック旅芸人の一座にいたんだけど盗賊どもに襲われちゃってさ。すんげえ剣。杖より鉄板？重さどんくらいあんの？あんたらのボスにことづて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た。それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ？盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。ありがとう。殺されるところだった。黒い剣士を殺せ！やつが俺たちの仲間をやったんだ！Yeah!
で食われてしまう。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの。俺のことは奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。ありがとうございます。使徒をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
生贄の焼き印、貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど、俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。